こんにちは、ウェザーニュースの長嶺加奈子です。今日のこの後の天気をアイコンで確認していきましょう。さあ、全国の天気アイコンで確認していきます。まずは沖縄エリアです。今日はですね、本当変わりやすい空になっています。先島諸島ではですね、台風21号の影響で波が高い状態になっていますので、沿岸部には近づかないようにしてください。その他のエリア見ていきます。まずは西日本です。今日はですね、現在日本海側では日差しが届いているところ多くなっています。太平洋側の雨もですね、この後ゆっくりと天気は回復に向かいそうです。続いて東日本です。さあ、東海エリア、今ですね、日差しが少し出始めてきました。ただ関東はですね、一日を通してにわか雨になる可能性がありますので、折りたたみ傘があると安心です。続いて東北エリアです。東北エリアはですね、今日一日を通して雨の降りやすい空になります。皆さん傘をしっかり持ってお出かけください。そして北海道ですね、今日は道南エリア以外は日差しが届くところ多くなりますが、道南エリアでは雨雲の流れ込みがありそうです。お出かけには傘があると安心です。全国的な体感ですけれども、昨日に比べるとだいぶ、気温の方少しですが上がっているようです。ただ肌寒い体感は変わりません。皆さん体調管理に気をつけて、調節しやすい服装を持ってお出かけください。それでは午後からも頑張っていきましょう。